八戸工業大学は、青森県八戸市業和業をお開き88の位に、本部を置く日本の私立大学である。1972年に設置された。大学の略称は、HIT。北東北で、唯一の私立理工系大学である。設立は1972年。開設時は、工学部のみだったが、その後改装を進め、建設環境、 建築系の学科等を次々と新設し、現在では工学部と全国では珍しい学部名の完成デザイン学部の2学部体制となった。在学中の資格取得等を奨励するなど特に就職活動に力を入れている点が特徴の一つである。平成26年度文部科学省の大学教育再生加速プログラムが以下の分野で認定を受けている。 機械及び機械関連分野土木及び土木関連分野1974年に当時アイスホッケー部として誕生。以来活動の範囲がホッケーフィギュアスピードと拡大しアイススケート部に名称が変わる。フィギュア部門では2004年2006年と学生のオリンピックユニバーシアードに出場。ホッケー部門は1979年に初のインカレ出場を果たす。 その後全国への道のりは遠のくが2000年21年不利の出場を皮切りに理工系の大学としては珍しいインカレ長連校になり2014年にはついにインカレベスト8を達成する県内では実業団リーグに加盟し全国トップレベルの社会人チーム相手に経験を重ね記録更新に向け切磋琢磨しているありがとうございます